さあ行こう。で、鎖が、あれ？どこだっけ？鎖垂れてたのどこだっけ？あっちか。あっちってことは？また夜だを一人にしないといけない。上から絶対こっちから行くじゃん。こっからこうやって。だよね。あ、行けない？あ、行けるよね。よし。もうやめてー。もうちょっとセーブしたばっかで申し訳ない。ああちょっとあちょっとあちょっとちょっと、ここ降りて、降りたらどうなる？うわー、絶対厄介な感じじゃん。どうしよう。夜だがさらわれる。普通に一回戻るか。あれ？戻れない。まずい。まずい、もうこっち行くしかない。行け。よいしょ。そんで何？ここに連れてくるつもり？絶対この箱落とすじゃん。やめて。パンチしないで。お前は今笑った？こいつを落とすじゃん。こいつを落として何の意味が？あ、こっちにも箱があるじゃん。ああ、やめて。ここも押して出て、で何をしたいんだ一体。とりあえずこの箱を、あ、待って、あ、どうすんだ。どうして夜だはさらわれないんだ。いるだろう。いるよね。君たちここで何してんの。ここの部屋をもっと調べた方がいいのか。やったばやった。あ、なくなるんだ。この中に入れるのかなって思ったんだけど違う？なんだ？あ、ここ？え？もういいや。ここ登ってみるか。こう持ってきて、確かにここ登れそうだな。ここ登って、こう来て、あ、なんか
進めそうな鎖が登って、もう何が何だか、何を求めて何をやってるのかが全然わからない。登って、いやん。じゃあ箱が2個あるっていうのはミスリード。こっちは行き止まりだね。じゃあこっちだ。でさらにで、ここにヨルダいるんじゃない？いないか。もうわけわからん。どこ？ここ。あ、違う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 、登って。あ、そうそう、ここら辺にヨルダいるよね。あ、いたいたいた、ヨルダ。ヨルダー、もう僕何してるかわからん。鎖があった。鎖取れば。これ普通の背面ジャンプで届く？上の方から。あ、ちゃ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 。あ、届いた、よかった。レバーレバーで、どうせ橋が、あの、あれするんでしょ？そう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 。え？なにそれ！ヨルダ、それに登ってくれ。乗ってくれ。そんな長い橋がギャン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 ってなるように感じるじゃん。そうそうそう、ナイスナイス。うー、かわいい。運ばれる夜だ。またいらんことする。これ下行って、あ、よかった。もうこっから降りたら平気でしょ。よかった。いや、待って、あなた悲鳴あげなさいよ。これ無視できない？ここ開かない？今開かない？あ、開く。お、追い出し影なくなったじゃん。強い。じゃあこの扉先に開けられそうだったら開けた方が強いんだな。強いんだね、そのバチバチ。いいこと知った。知らなかったな。そしてまた橋がかかってて、この橋をどうにかするためにこっちに行くと。あのはしごも気になるが、まあでも特にか。あ、でもこっちにも階段があって、なんかすごい、ワンダミもあるし、取り込みもあるし。かっこいいな、こういうどでかい橋、建物。しかもあっち扉あんじゃん。行っちゃえ行っちゃえ。飽きそうだし。どうよ、ここ開く？開く。あ、行っちゃった。なんだ、閉じちゃった。え、剣刺さってんじゃん。剣刺さっとるー。
これ強くなる武器。あ、もうここに、もう、あれほど、あれほどじゃないや。あの、ヒノキの棒がございますやん。ヒノキの棒。でもあの、剣を使えるんだったら。え、ちょっと待って。剣で試さして。試し切り剣。あ、でも登れないかも。登れるかな。あ、ダメかも。ちょっと間に合わないかも。こんにゃろ。あ、あの剣が欲しいのに。夜だをさらわなそう、このちっちゃい子たち。まあいいか、一回休もう。一休みしてから剣を手に入れよう。ファー、よく寝た。さあ行きましょう。剣を見つけたんだよね。あれをゲットしてヒノキの棒からレベルアップしたいところなんだけど、どうやって取るんだろう。あ、そうそう、たびたび画面がカクつくやつ、あれ多分もう解決したと思うから、もうならないと思う、多分。ほほ、これって扉？こっちも登ってみよう。これは何？紐？切るのか？お、やっぱ反応するわ。あ、じゃあ焼くのかな、火で。火で焼くんじゃないの？この棒に火つけて。どっかに火ない？火の音するよね、パチパチって。ある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 。で、どうやって行くんだ、あれ。レバーもある。ははーん。私たちは上に行きたい。そういうことだね。ここは登れて、ここは無理か。何これは。なんだこれ。ここ普通にジャンプでいけないか。そうは問屋が下ろさないって感じ？どっかから行けると思うんだけどなぁ。あ！ちょ。一応夜だも一緒に行こうね。ごめんな。あっちこっち釣り回って。本当はそこのベンチで休憩でもしててもらって、一人で探索とかやってあげたいんだけどさ、やつらが出るから。さあ、火あるんじゃないの。ん？ここは別に何でもない。こっ
ちだね。あ、ここはしごがあって、あ、レバーもある。なんじゃ？ん？これ、なんか踏んだら何か起きる？そういう感じじゃない？あれ、でもなんかちょっとピカピカ光ってる？ヨルダに立っててもらえばいいのか？なんかあっちにレバーあったし、来れる？おいでおいで。どうかな。あ、やっぱりなんか起きる。おーおーおお、これ階段になるんでしょ？やっぱり。おお、すごい。いやーん。ここをもう連呼してしまった。おい、てめえ。これもう当てて避けて、当てて避けてですよ。ずいぶん慣れましたね。そう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 、夜で離れないで。おお、来てみろ、来てみろって。あ、もう Don't touch me、 Don't touchDon't touch she! Don't touch her か？やったな。で、ここのレバーは？あ、火もついたね。なんかが開いた？あ、待って待って、間違えた間違えた。あー、よかった、戻るんだ。じゃあここでもう一回火つけて、いやでも途中で消えるか、途中で消えそうな勢い。